立川幸と二2月24日から1962年11月16日は、日本の法学者、法学博士、専門和系法、岡山県出身、京都帝国大学教授、京都大学総長、日本学士委員会委員、肖像医、訓一等随法省、音読みで、滝川行進と呼ばれることもあった。何時の道を進め、 人々をして語るに任せよという断定の言葉を心情としていた。辰川の表伝を表した京都大学教授の伊藤隆夫は、辰川はザウの名の通り事故の信念を貫き通す人生を送ったと評している。少年時代におじからもらった福応辞伝を読み感銘を受けている。その後も愛読し、兄弟総長時代の1957年の 入学式で福沢のエピソードを弾いて告示している。兄弟の法学部教授であった大石義雄は滝川を創石の坊ちゃんそのままの性格と評している。兄弟で心波形法理論に立つ勝本勘三郎の警報総論の講義を受け、一回生の期末試験で心波形法理論を批判し、応法経論で答案を書いた。勝本は、 達川の答案を二回生の警報学論の講義に、際し、学生たちの前で読み上げ、この答案は、なかなか面白いが、自分の子供の頭を思い切り殴られたようで、思い切った点数が上げられなかったと言って笑ったという。滝川事件で大学を追われるが、第二次世界大戦後、大学に復帰、京都大学総長を務め、学生運動との対立事件を繰り返した。特に、 第二次滝川事件と呼ばれる学生による立川への暴行事件は有名である。なお総長が理系学部から選ばれる傾向の強い京都大学では、現在のところ、立川が文系学部から選出された最後の総長となっている。滝川事件後は立命館大学で講義を行っていたが、その際新入生に対して困難にいてしかも、 結果は人並みや人並み以上なものを得るというのが真に困難に処する道であります。諸君は決して自己弁解に陥ってはいけない。同情は人に対してするもので己に対してするものではありませんという言葉を送った。映画日本の悲劇より東京学派の小野聖一郎とほぼ同時期にドイツ刑法学における構成要件の理論を日本に初めて紹介し犯罪を 構成要件に該当する違法有責な行為であると、する現在の日本の刑法学の基礎を築いた。立川は違法性の実質について、当初、エムリマイヤーに習って国家的条理違反としていたが、その後生活利益の侵害であると、改め説し、全気球派、古典学派の立場を明らかにした。その立場は、佐柄木先人、中山健一、 平野隆一らに継承されているが、達川の警報理論は、当時の左翼的、マルクス主義的な思想を背景に、階級対立社会では、財警法定主義が厳守されなければ、警報が階級抑圧の手段とされてしまうとして、客観主義を強調するもので、このような立場からは、社会防衛、主観主義を強調する、牧野英一らの心波警報理論が批判されるのは、当然のことながら、 同じ客観主義を主張する斧に対しても、その道義的責任を強調する国家主義的な警報理論は批判されることになり、このような反国家的な思想が危険思想とみなされ、後に滝川事件を引き起こすきっかけとなった。立川家は旧岡山藩士族で戦国武将、立川和正につながるという。父、豊三郎は低心症の下級管理で、母、 吉子は、香川県の旧丸亀藩氏族の娘であった。7歳の時、大阪郵便電信局に勤務していた父を失い、弟、豊と共に、金坊の社員であった叔父、サダジに引き取られて育てられた。妻、静子の兄は三高の同級生で、商工省に勤務した北村康太郎。子息は、和夫次女がおり、長男は、元大阪交裁判事。 元大阪大学教授の立川春夫。ありがとうございます。